この動画では松尾芭蕉の旅の一行が東北に入っていってそれで平泉というところに来た時に読んだ俳句の文を見ていきたいと思います。はい、それでは読んでいきましょう。この部分は三代の栄華は一水のうちに崩れ大門の後は約4キロこちら側にある。 こういう意味です。単語の説明をしていくと、まず三代の映画っていうのは。この栄えた奥州藤原氏の一族が三代にわたって栄えたことを言います。で、その映画が一睡のうちに崩れ。っていうのは。ちょっと寝ているうちに見る、夢みたく。すぐ崩れてしまうようなものに例えて。まあ、崩れてしまったよというふうに言うんですね。そして、ここ大門っていうのは。 まあそのまま大きな門のことなんだけどこれは藤原氏が仕切っていた屋敷の大きな門でその後が約 4km こちら側にあるっていうふうに言うんですね。この文章どういう意味なのかちょっとみんなも考えてみてほしいんだけど「門の後が約 4km こちら側にあるよ」って「はそれがどうした?」っていうねふうになってしまうと思うんだけどこれ何が言いたいかっていうと「門の」 後はつまり入り口の後のことです。入り口が今目の前にあってそれから約4キロも先のところに屋敷というか支配していたところがあるわけだそういう広い土地を昔は奥州藤原氏は持っていたっていうことを強調したいんですねはいそれでは続きを読んでいきます秀衡があとは伝家になりて金鶏山のみ形を残す この部分は秀平の屋敷の後は今は田んぼになっていて金継山っていうこれすごく小さな 100m ぐらいの山なんだけどそれだけが形を残している、はい、こういうことを言っています次のところを見ていきましょうまず高立に登れば北上川南部より流れる大河なりはいこのところまず高立に登るとこの高立っていうのは源義経の 館のことです。その後から見てみると北上川が見える。で、この北上川っていうのは南の方から流れている大きな川なんですね。はい、そういう風うに見えました。よっていうのを言ってます。そして衣川は泉ヶ城をめぐりて高良市のもとにて大河に落ちる。はい。ここでは今度は衣川が見えていますね。衣川という川は？ 泉ヶ城というお城のところを巡って流れていてで高地のもとであの大きな川北上川に合流しているってことを言っています次の文を見ていきましょうここまで見ようかな安平が旧関は衣が席を隔てて南部口をさしかため蝦夷を防ぐと見えたりはいここの部分ね 安平たちの元住居の後は衣が関というところを隔てたところにあり南の出入り口を固めているで蝦夷の侵入を防いでいたと見えるこの蝦夷って言葉聞いたことあるかな東北それから北海道に住んでいた人たちのことでまあ京都の朝廷には従っていなかったんですね敵だと見なされていましたまあ、だから防ぐとかね 来るのを防ぐっていう言い方をするんだけど、とそういう風に心理を防いでいたと見えるようなそういう景色が広がっていたんですね。続きの文章はさても疑心すぐってこの城にこもり光明一時の草むらとなる。この部分はまずさてもって言葉が出てきたんだけど、このさてもはそれにしてもっていう意味です。それにしてもで。 義心、これは義経のことです。義経は家臣をえりすぐったんですね。えりすぐって、で、この城にこもった。そして光明は一時的なもので、今は草むらとなっているとあります。はい。この光明一時の草むらとなるこの文章の意味は、まず光明っていうのは名が有名になることです。名が知れること。 自分の名名前が有名になるっていうで、ね、それは一時的なものだった。でその跡地は今やただの草むらとなっている。っていうことです。昔は名前が有名だったかもしれないけどもうそれも一時的なものですぐ廃れてしまったってことを言いたいんですね。次に芭蕉がこんなことを言います。この2文です。にれててがありりしたと。 はい、この部分は「戦いで国は壊れたが山と川はそのままあり山河はそのままあり城の町にも春が来て草は泡を落としている」っていうことなんだけどこれは場所が今考えた彼の文ではなくて元になった中国の詩があります、まあ、次にちょっと見たいと思うんだけどまずはこの残りの文を読んでしまいましょう「傘打ちしきて」 時の移るまで涙を落としはめりぬ、はい。ここの意味は傘を地面に敷いて時が経つまでつまりしばらくの間ですね涙を落としていた泣いていたということですはいそれではこの部分をちょっと確認していきますさっきのこの文章「国破れて山があり白春にして草青みたり」っていう部分は「春望という徒歩「 中国ののの作者の五言史の一説です。この作品を見てみるとここに「苦にれて山」があり「白春」にして「草木不可し」っていう句があります。この部分をもとにしてこの言葉は出てきたわけです。 この国破れて三河ありのところの意味は戦いで国は壊れてしまったが三河は山と川はそのままにあって周りが城壁,の城壁に囲まれている町にも春は来るよと。で草が青く生えていますっていうそういう意味です。最後に俳句が載っています。つつ目はののの俳句でで夏草やつわものどもどが夢の跡いうものです。 この意味を見てみると「夏草屋」この夏草はつわものどもがこれ武人たちの戦った場所であってで昔の華やかさは一時の夢となって消えてしまったとで夢のあとその夢のあとが残るだけであるっていう意味です次に芭蕉の弟子の空の作品ですね「卯の花に金ふさ見うる白毛かな」はいこれは「

今回のポイントとしては最後に出てきた場所と空のそれぞれの俳句が実際にこの平泉東北の平泉の奥州藤原氏が昔栄えた場所でその景色を見ながら思いをはせながら読まれたものだったっていうのを押さえておきましょう奥州藤原氏が昔栄えたところはもう今は夏草がね青く緑色に 生えてていいるるようなななすごくのどどかな風景になっているけれども、ここには昔人が栄えていたんだっていうまるで夢ちょっと夢を見た時の夢のようなそういう儚さだったっていうことに気持ちを感動させながら読んだ歌だった読んだ俳句だったんだっていうことですね。